面が反対ね、はい、あ、キウサさんこんにちは。ミュウさんこんにちは。昨日ね、久々美容院行きました。で、今日は、美容院じゃなくて病院の方、あの名医者さん行きました。ありがとう。今まで早くにね、あの美容院行きたかったんだけど、頭が触れなかったのね、髪の毛が。うん。でしょ。何あれ。あの雲何、皆さん。ありがとう。ちょっと待って。見えるかな。飛行機雲かなあれ。あれ切り替わらない。まあいいや。こうやったら見える。まあ行こう行こう行こう。まいちんさん、お茶中ありがとうございます。いやもうね、久々なんですけど、あのだいぶ目が良くなったんだけど、ただね、あの文字が読みづらい、ちっちゃな文字が、あの目薬のせいと、まあ目がまだ完璧じゃないということね。あの今日目医者さん行ったんですけど、あのだいたいこうパッと見たところの見えるところは良くなってるんですけど、この上の方、まぶたの中のところがまだね、一部充血してて、まだちょっとね、目薬は今まで3種類だったのが1種類になりました。今まで2時間おきだったからね、大変だったの、あの目薬さすの。だけど今度は、朝昼夜寝る前、1日4回ですね。なんだこのマスク、へっこんじゃってる。ちょっと待ってね、変ね、つけた時に。うん、そうね、長いね。あ、こんにちは。長いよね今回ね。まさかこんな風になるとは思いもしなかったからね。なってみて初めて健康の大切さつくづく。こっちから行こうかな、行けるかな、行ったことないけど。あれ、カメラどっち向いてんだろう。あ、いいんだよね、私映してるよね。いや久々にね、まあ目の調子もだいぶ良くなったし、ちょっと配信しようかなと思って、まずツイキャスつけました。ツイキャスは一枠だけね。この後は YouTube ライブをします。 YouTube への お誘いです。でね、まあ、珍しく私すごくイラついてます。もうほんと、そうそうそう、それなんですね。コメント見なくてもね、音声でコメントが読み上げてくる。 YouTube もこういうのがあると楽なんだけどね。何この雲、あ、眩しい。あ、そうなんだ。見えるかな、雲。見えるかな、この雲何、この雲。なんだ。あ、行き止まり、行けるかな。あ、よかった、行けた。飛行機雲なんだ。でっかい飛行機雲だね。これ公園かな、こっから行けるんかな、ここ通り抜けられるのかな、行けるみたいね。よかった、行けなかったどうしようと思っちゃった。もうね、聞いて皆さん、久々私頭に来ちゃってんの。もう腹立ってしょうがない、収まんないの、なんとか収めて。珍しくゴリップでございます。
私腹立てることめったにないんだけどね、今回ばかりはちょっと、もうね、今回ばかりはね。あ、こんにちは。あ、いらっしゃい、こんにちは。もうね、本当ムカつく。言っていいかどうかか、言っていい、もう、本当もうね、なんだろう、ここ2、3日、もうすっごいイライラしどうし。珍しいでしょ、こんなに私がイライラして腹立てることってまずないんだよね。ね、1回あるかなんかぐらいなんだけど、今がその時って感じで、もう本当、怒りがね、収まんないの。あ、こんにちは。お久しぶりです。あ、そうなんだ。お気をつけて、どうぞ、ご安全にいってらっしゃい。もう本当ね、言っていい？ちょっと。さすがの私も言わずにはいられ。もう、何なのよ。お仕事が終わってね。たまには私のちょっと愚痴を聞いて。お仕事が終わってね、帰る支度をしてたんですよ。ね、そしたら結構疲れてたのね。まあ、体調もこんなんだし、すごいヘトヘトだったの。それで「はあ」って言ってたら、最近ちょっと新しい人がたくさん入ってきたのね。で、その新しい人がさ、「どうされたんですか？」って、いや4時間ぶっ通し、さすがにちょっと疲れたって言ったらね、なんだそれっぽっちって言われちゃったの。それはまあいいとしてもね、あなたに何がわかるって、この私の辛さが。これっぽっち、たったそれっぽっちって言われちゃったのよ。内容も知らないで言わないでくれるって、たったそれっぽっちって。まあね、7時間とかね、6時間とか労働してる人に比べたら短いよ、短い。ね、疲れるよね、結構しんどいよ。あんな言い方ないと思うのね。で、ちょっとムカッときたんだけど、ああ、この人には言ってもわからないねと思って、新人入ってきたばっかりだし、私の状況も分かってないから、もういいやと思ってね、無視してたんですよ。それはそれでもう置いといて、置いといてね。私とペア組んでる、日替わりで私がお休みの時はもう一人の人が私の代わりにお仕事して、その人がお休みの時は私がお仕事するんだけど、もう何だろうね、物、備品ね、お仕事の備品が。ほんとね、ヘッドヘッドだよね。ありがとう。それで私ほら結構体調悪いじゃない、ここのとこね、ずっと体調悪かったの。今日はまあいい方なんですよ、良くなってきたからね。それでもまだ本当じゃないからね、無理してお仕事に行ってるわけよね。でもまあそんなことはお仕事には関係ないから、職場の人にはね。だから平気なふりして働いてますけどね、なんだそれっぽっちって言われちゃった時にはもうムカッと、それが一つと、それとその私と交代でお仕事をしてる人がね、自分の都合のいい時には LINE してきてああだこうだっていうくせに、私が用事あって LINE した時には既読もしないで無視なのよ。もうムカつく。そう、用事があって連絡してるのに。それだけならいいですよ。それだけならいいんだけど、お仕事の時に使うね、大事な備品が壊れていても知らん顔なの。それで私そんなこと知らないから、壊れてるなんて思わないからね、交換をしようと思ったらなんかね、うまくいかないんですよ。で、扱い方もちょっと分かんないから聞きに行ったら、いやこれここ壊れてるよって言われて。なんで報告しないの？もう なんで壊れてるって報告しないのよ。
でも私そうやってね、押し付けるというか、ずる賢いというか、嫌なことは全部ねえ、そうだよね。ほんで、じゃあ多分ね、自分が都合の悪いことは黙ってるのね。それで要するに、それで言うにこと書いてね、この間からあれはどうしたんですか、見当たらないんですけどって言うから、よく言うわ、自分が壊しておいて何を聞いてるんだろうと思ったけど、でもね、私はそんなことあなたが壊してるで、壊したからでしょうとは言わないでですよ。いや、壊れてたから新しく買い替えてもらうんで、捨てたんですよって言ったの。そしたら普通に「あ、そうでしたか、見当たらないからどうしたんだろうと思ってた」ってよく言うわって ね、分かってて聞いてきたんだと思うんですけど。そうでしょ。ああ、遊びからいさん、こんにちは。そう、腹黒いの。ああ、本当お久しぶりですね。本当もうね、それでね、で、大事な用事があるから LINE したのに、そんなしょうもないことで私にね、LINE してくるくせに、それとか、この日はちょっと都合が悪いから代わってくださいとか、そういうのはね、積極的に言ってくるのに、大事な用事があって、返事が欲しいのに、まだ返事が来ないのよ。どういうこと？本当、もう大きな声で怒ってる。あ、こんにちは。ごめんなさい。皆さん、ごめんなさい。ちょっと愚痴聞いてください。もうね、さすがの私もちょっとね、そういうことが重なったんで、もうね、そういうことがね、度重なっちゃったんで、もうイライラマックスと、超マックスに、もう沸騰してます。そうなんですよ。仕事は嫌いじゃないんですよ。嫌じゃないんですよ、全然。ね。本当もうムカつくわ。だから、いや、よく分かったと思って、もうじゃあ講師をね、きっちり分けましょうと思った私。じゃあもう LINE は一切やりませんと。だから向こうから LINE 来ても、もう既読もしないし、返事もしない、もう知らない。仕事は仕事、プライベートはプライベートで分けたいと思います。渡りたいんだけど、止まってくれる車いるのかな。横断歩道な、止まってくれてありがとう。だから講師をね、きっちり分けることにしました。もうほんとムカついちゃって、もう既読しなくても見えるでしょ、ある程度こう来た時にパーッと画面が出てきて、パッと見れば、あ、何を言ってるか分かるでしょ。だからわざわざ読みに行かないでね、既読もしないで無視されてるのよ、都合が自分が悪いから そう思います。本当にもうあんな人だとは思わなかったんですよね、本当。もうだから私も人がいいからね、この日とこの日変わってくださいといいですよって快くね、引き受けて変わってあげてたりしてたんですけど、もう知らない。休みたければ勝手にそこ欠勤したらいいじゃない、私は行かないわよ、もうそう思っちゃったわね。そう、久しぶりにムカついてね、もう、沸騰してるのよ、収まらないのよ。ね、
自分の都合のいいことだけをラインをバンバンしてきてね、そうやってあれするくせに、私が本当に用事があってね、ラインしたら既読もしなきゃ返事もしないってどういうこと？バカにしてんの？と思っちゃって、なんだと思ってんだろうと思ってね、お仕事の、あれなのにね、なら言うわよって勝手にしたらいいです。あ、コンティニューコインありがとう、ごめんなさい、久しぶりなんでちょっとお礼が言えてない。今までもアイテム投げてくださった方ありがとう、後でちょっと確認しておきます、ありがとうございます。はあ、本当ね、珍しく、ムカムカしてます。気持ちはそんなんだけども、まあね、髪をすっきりして 昨日ね、美容院行ってきました。今までこの辺がね、痛くて、頭がブラシが入れられなかったの。だから早く髪が切りたかったんだけれど、さすがの私もね、今回はね、ちょっとと思って、都合のいい人だなと思ってさ、いくらなんでもそりゃないでしょうって。だからもうね、 LINE でやり取りするのをやめました。なんだっけ、 LINE をしようって言われてね、仕事のことで相談とかあるから、そういう時には LINE でということでね、お互いに LINE 登録したんだけど、もう知らない、もう知りません。言ってきても私はもう無視します。もう既読もしないし、読みもしないし、もう仕事は仕事、プライベートはプライベートでバシッと分けたいと思います。もう私を怒らせたらどうなるか。ありがとう。まあね、好きなものはね、食べてるんですけどね。ああ、ここ歩きやすくなったな、綺麗になって、道が広くなって。で、それが連絡したのが土曜日よ、土曜日なんですよ。土曜日に連絡したのに、いまだ返事もなければ既読もしない。だからもうね、登録削除しちゃいました。でも削除しても来るんだよね、ブロックしないと。ブロックをするの忘れたな。いや、それはちょっと今日はできないな。今日はできないな。なんか変な雲だね。何この雲。なんか変じゃない？皆さん気がつかない？これ、こういうもん、雲って。ほんとね、ショコラちゃんでも。いればね、こういったイライラも収まるでしょうね。本当ね、あんまり私イライラしないし、腹立てることってめったにないんですけど、1年あるかないかぐらい。それが今です。今でもね、ちょっと話したらちょっとね、すっきりしました。皆さんに聞いてもらって、やっぱたまには吐き出すことも大事なんだよね。自分で全部抱え込んじゃうと、それが解消できなくて余計イライラするんだろうね、きっとね。ありがとう。ありがとうございます。今度ね、メイシャさん月曜日ね、また行かないといけないんだけど、なんだろう、飲み薬はもう終わったし、
目薬3種類ね点眼してたのが1種類だけになりました。で1種類は何だっけ、2時間おきにね1日6回刺さなきゃいけないんで結構大変だったんですね。仕事の合間合間に時間だと思って気にしてないといけないから。それが今度は4回にそれがなったんで、朝昼夜寝る前ということでいいということで、とってもいい眼科医の先生に巡り会えてよかったなと思ってます。すごく、あーこんにちは。だからね、よかった、いい病院にねかかったなと思います。娘のね目を手術した先生なんですけど、すごくね早く良くなったんだよね。だからできたらその先生にかかりたいなと思ってたから、結構そうそうそうね、だからストレスは全然なかったのにここに来てストレス満杯で、もうね壺の中が怒りでいっぱいだったの。それにしてもあれでしょ、失礼だと思わない？なんで既読もしないしお返事もくれないんだろう。まあね、既読はねつかなくても読んでると思うのね。送られてきた時にパッとこう出るでしょ、それ見るだけで大体わかるからね、何を言いたいかすぐわかるじゃない。だから中を開かなければ既読がつかないから。まあね、私は何だろう、プライベートのことでねぐちぐち文句言ったりとか、ね、なんか変な LINE ならいざ知らず、お仕事のことで大事なお話があったのにお返事がそれね欲しかったんですよ。早く決めなきゃいけないことがあって、まるっきり無視ですよ多分ね。読んでると思うのね。知らないってことはないと思うの、私から生きてるの。だからもう私の方で勝手に決めちゃいます。後で文句言われても知らないと。あれ今これ何分でしょうか、あと何分、ちょっとね数字ちっちゃくて見えないんだけど、今ね目薬のせいでちっちゃい文字が見えないんですよ。この後ね YouTube ライブをしようかと思って。あと何分ですか、一枠教えてください。あ、そうなんですね、赤くなればわかるからね。いやいやいや、本当もいろいろね積もり積もってね、細かいことかもしれないけど、ね、連絡が本当不行き届きで、 いざ仕事に取っかかろうと思えば思ってもね、備品が壊れちゃってるからお仕事ができないし、壊れたな壊れたって言ってよって誰も怒らないでしょ、わざと壊したわけじゃないんだから。そういうところがね、で、なんだろう、必要なものがね、例えばボールペンでもいいし何でもなくなったとするじゃないですか。そしたら事務の方にね言って補充してもらわなきゃいけないのに、それすら一つもやんないのよ。もうどういうことなのと思って、だからそんなことが積もり積もって、小さいことかもしれないけど、なんかねお仕事を行ってるのにお仕事のことでそういうことは気が回らないなんてどういうことと思っちゃったんですね。でなんか全部私がね
ジムの体を捕まえて、あれがないです、これがダメになりました、あれを補充してくださいっていつも言ってるのよ。んだと思うのね、ほんとね。いやね、さっきまで怒り100だったのが今ね60ぐらいにはなったから、まだ残ってるけど、でロークアウト YouTube ライブしてちょっとプー荒らしたあ、赤字ですね。ではこの後は久々に YouTube ライブをやりたいと思います。お時間ある方はどうぞ YouTube の方に来てくださいませ。いつも来てくださってありがとう。それとアイテム投げてくださった方々ありがとうございます。はい、移動して YouTube の方にいらっしゃってください。はい、ではでは、またね。どうだっけ、どっか、ここね、久々